九州、長崎県の西側に位置し、大小140以上の島々からなる五島列島。黒潮の恩恵も受けながら、美しい海と手つかずの自然にあふれるこの地は、古くから良き漁場として知られ、今も多くの釣り人を魅了している。まあ、今回もですね、狙いはやっぱり50オーバー。自己記録が、まあ53センチぐらいなので、まあ、できたら今回はまあ53センチから上の、グレーを、口太を狙って、挑戦したいなと思ってます。海、川、湖、すべてのフィールド、すべての釣りジャンルに対し、最高のテクニックで最大魚に挑み続ける。その道を極めた釣り人を追う完全実況ドキュメント番組、Gワールド。夢の巨大魚に挑むレジェンド、伊熊博之の再チャレンジに密着する。クリスマス寒波、そして帰省ラッシュ時に再び強い寒気が流れ込んだ2022年の年の瀬、イグマは橋で結ばれた日本最西端の港町、平戸市の宮の浦漁港にいた。すっげー引いとるね。引いとるね。幸い荒れ模様の合間となったこの日の挑戦。午前5時、船は予定通り港を離れた。今のところですね、予報では北西の風5-6メートル。この風を避けるように船は五島列島の東面を大きく南下。風浦を求めた船長は大しけ続きでおよそ1週間ぶりの出船になるという。ここ初めて乗る椅子なんですけど、潮が多分ですね、まあ東が向こうか太陽上がってて南がこっちなんですよね。で朝干潮だったんで、だいたい満ち込みの潮、上げの潮っていうのは南から北に向かうんで、まあそういうのを想定しながら、まあ計算打って仕掛け放り込んで、魚の動き、潮の流れ、そういうのを見てですね、一匹一匹、仕留めていきたいと思います。まずは足元に薪へ、餌取りの数や種類、その活性を探る。なんか特に餌取りも含めて魚が今のところあんま見えないですね。何も、まあちょっと大きめに、まだ浅間詰めに近いんで手前の方から攻めて、ある程度巻き餌が入ってから仕掛けをその上から放り込むっていう。基本的にノーシズとし、軽い仕掛けで挑むのがイグマスタイル。上から下まで高い精度で刺し餌を同調させる。仕掛けが馴染んだら、もう浮きから全体がこうじわっと巻き餌と同じ速度でこう入っていくような、今仕掛けに設定してるんで、その後からはもう見えなくなったら、穂先から出ているラインの動きで当たりを取るようにしてます。なんか当たった。竿一本ほどの棚でヒット。軽々と抜き上げたのは30センチほどのオナガグレだ。だいたいイメージ的に2キロぐらいで食うかなと思ってたんですけど、想像してるよりちょっと深いかなっていう感じですね。これ次なる一手は、当たった。今度は2キロ半から3キロの間、やはり想定していた棚より魚は深いのか。ちょっと5トンした小ぶりですね。さらに
このサイズが湧いてます。湧いてる。このサイズが結構湧いてるんで。これも二広強の棚。しけ続きで餌が入っていなかったせいか、反応してくる魚のレンジは深く、サイズが小さい。ちょっとガン玉、ジンタン5号1個追ってみますね。塩島の深い棚を釣って、ちょっと型が出るかどうか、それをちょっと期待込めて、これで様子見てみます。ジンタンの5を浮き止めと針の真ん中に追加したイグマ。ちょうど2広分仕掛けが馴染んだところで、浮きが徐々に絞っていく。この日一番の竿の曲がり。しっかりと竿をため、一気に浮かせた。まあまあのサイズですね。潮紙に負けを打って、でそのちょっと塩島に仕掛けをなじませていって、下の方でちょっと深い棚で合うように今イメージして釣ったんですけど、いいサイズです。巻き餌を先行させ、もう一度その下で刺し餌を同調させる。竿から重量感が伝わる。よいしょ。サイズアップ。まずまずの。最初のツッコミがもう引くけん面白い。イグマのタモアクは40センチ。ようやく45センチを超す大型の口太グレをキャッチした。ジンタン5号もう一個追加してみます。潮の押しはちょっと強くなってるのと、風が左から結構吹きつけてるんで、まあ、それに負けないようにちょっと深い棚に付けを届けられるように。型が混ざるのを待つのではなく、攻めの姿勢を貫くイグマ。中小型のグレをかわすために持てる引き出しをこじ開けていく。巻き餌を打って、そこの巻き餌の中を釣るのか外を釣るのかっていう釣り方になるですかね、簡単に言えば、外を釣るっていうのは、いわゆる外、平面で見た外側を釣る、またその縦で見た、いわゆるその層より少し深いところを釣るっていう、そういう意味での全ての平面にしても立体にしても、その外を釣っていくっていうような、そういうイメージですね。足元にしっかりと餌取りを止め、本命用の巻き餌を潮の流れが残る沖へ。その煙幕の広がりを読み、少し馴染んだタイミングで仕掛けを投じる。一足早く狙いの棚に馴染んでいく刺し餌。これに巻き餌が同調する。もうトーナメントとかならもうそういうふうにせずに、もう上からもう数釣っていくんですけど、これがイグマの大物狙い。オープンベールで仕掛けを送り込む。
しょ。まあまあのいいサイズ。ついにこぼれた笑み。もう計算通りっていうか目論見通り。そう、これが50オーバーか否かは結果論。まあまあのサイズだと思います。苦戦を強いられる中、イグマの釣りが見事にはまった。迎えた釣行最終日の朝。出だしたら早いですよね。あっという間よ。この日も港を離れた船は五島列島の東面を南下。冬型の北西風に強く、特に最盛期の1月2月に実績が高いという椛島エリアに渡礁した。イグマヒット。いきなり見立てた場所で魚を捕らえた。しかも40センチあるなしのグッドサイズだ。こういうの拾いながら、あとはもうサイズアップを狙っていくような、まあそういう釣りになっていくと思うんで、頑張っていきます。幸先のいいスタートを切ったイグマはどこまでサイズを伸ばせるのか。昨日と打って変わり、海は魚っ気に満ち溢れる。すごくいいサイズですけどね。対抗があっていいグレーです。2枚目も40センチあるなしの量刑。この餌取りたちがなるべく沖に出ていかないように、ちょっと多めに足元には巻き入れときます。重りは打たず、違和感をなくす食わせ重視の仕掛け。低浮力の浮きを選択したイグマは竿1本ほどの棚で連続ヒットに持ち込んだ。おお、まさに寒暮れシーズンの到来。平均してまずまずの方ですね。うん、これが五島列島のポテンシャルだ。まずまずの言い方。数年前から渡船業を始めたイグマは、今釣りに対する考えが変わってきたという。こんな楽しいのにもっと盛り上がってもらいたいとか、若い子たちどん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 入ってきて、みんなでこの業界を盛り上げてもらいたいとかって思うんだけど、楽しいっていうなんか伝え方、うん、パッと見てうわーかっこいいとか、うわーすげえ面白そうとか、だからそこはやっぱ修正しなきゃいけないなっていうのは思います。うん、培ってきたテクニックをメディアでさらけ出すだけではなく、伝えたいのは深瀬釣り本来の面白さ。不可能と思える難題に挑むイグマの姿勢は、多様化する一つのきっかけを物語っていた。まあぼちぼちいい感じのサイズです。コンテナでしょ。7ですね。47ぐらい、いいサイズです。よく引いたし面白かった、ね、じゃん。潮が止まる寸前に捉えたのは昨日の記録と並ぶ47センチ。ちょっとこっちあります。前方に向かって流れる本流ではなく、そこに向かって流れる引かれ潮が狙い。軽い重りを打った仕掛けで竿1本半ほどの棚を流していく。深場で捉えたあたり、果たして。なのか。危ない危ない、あ危ない、骨があるから。
よいしょ。おっしゃまあ量計ですね嬉しい用引いたです。これもこうやって見たら47ぐらいありそうですね。計測の結果は 46.5 センチ、目標の50センチオーバーにはあと一歩及ばなかった。なかなかその目標にしてた50オーバーのグレーっていうのがそこまでちょっとたどり着けなかったんですけど、40後半ぐらいまではまあどうにか出せて、まあそれがまあかわして釣ったその一回り大きいグレーがまあ47センチだったのか、まあ50センチだったのかっていうような自分の中では世界と思ってるんで、まあ1年に1度でも、この50センチ、まあ、自分の自己記録に、迫るような、またそれを越すような、グレーを目指すっていう、釣りができる、とても楽しい、このフィールドの2日間でした。まあこれからもうどんどんまだ缶が閉まって玄関機、まあこれから多分ですね自己記録を狙うようなグレっていうのは、まあ2月から3月上旬ぐらいまでかなと思いますんで、また次回機会があったらですね、再度挑んで、また皆さんの、目の中にですね釣りましたみたいな大きい魚を、お披露目できるような日を願って、まあぜひこれからも挑んでいきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。